Sounds like the CTOS had.前にバッドボーイを雇った時はいつも素性を隠していた。それが奴らのやり方だ。突然会いたがるとは何かおかしい。奴のゲームには乗れない。何が目的だ。バッドボーイ。え？バッドボーイセブンティーか。何なんだよ。バッドボーイセブンティーか。クララよ。クララね。17歳には見えない。悪ガキには見える？怪しい奴には見えるが。あまり怖がらないで。怖がらずに済む理由がないな。被害妄想ね。妄想？人生をめちゃくちゃにされて、家族を脅されて、謎のバッドボーイに会おうと言われる。すると彼は女だった。嘘つきだな。信じさせてくれクララ。信じる必要はない。でも話を聞いて。送ってくれた携帯のメール、送信者を見つけられるの。ああ、わざわざ会う必要はなかったな。違う。デッドセックのシステムハック、これが欲しかったんでしょ。手に入れたのか。もっと優しくしてよね。新しい世界を見せてあげるんだから。ああ、昔同じことを言った女がいたな。汚い仕事にはこれを使うの。アクセスできることは知られていない。盗んだのか。強力な道具よ。バカな真似はやめて。下手に使うと怪我じゃ済まないわ。どうせ信頼してないんだろ。なら信頼させてみてよ。いいだろう。メールの送信者はどうやって見つける？協力するの。今送ったものを使ってね。私は信号をたどる。想像してたのと違うな。そっちは想像通りね、エイデン。
や、バッドボーイか、それともクララか。わかりやすくするわ。どう？例の電話の男だけど、なかなかやるわね。アドレスを CTOS のオフィスタワーに経由させてる。顧客サービス、従業員、役員、そういう類よ。オフィスタワーか。システムに侵入する必要があるわね。アクセスできたら奴を見つけてあげる。一番脆弱なポイントから侵入できる。搬入口はどこにある？多分地下ね。トンネルの中。そこから始めよう。手荒に扱ってすまなかった。理由は分かってる。怖がらせたかったんでしょ。教科書通りね。急接近して視線を送る。そして接触。隙を探してたのね。それで見つかったの？さあどうだろうな。新しい世界を見る時だ。Better get a closer look. I got this. Don't come close. Holy shit! I'm gonna kick the guy who sold me these, you asshole! Start searching. Focus, just focus.
handle this. Go! Break up.建物に入った。先に何がある？図面的には大きな屋内広場よ。そしてさらなる警備か。あなたの携帯にアップロードした機能だけど、企んにはぴったりよ。そこにいる連中の装備を妨害できる。どんな装備をだ？何でもよ。携帯、イヤホン、爆発物。今は何でもコンピューター制御だから。そうか、試してみよう。オフィスをスキャンしてガードの甘いノート PC を見つけてくれ。いたわ、ブラッドリー・コフリン。そうでしょ。警備責任者よ。そいつだな。ハッキングしたら急いでくれ。発信源を突き止める。侵入に気づかれる前に終わるはずだ。心配は無用よ。あ、
investigating. Let someone else deal with this shit. わかるか、ただの広告じゃないんだ。景色どころか窓からはバカでかい目。まずい、ハッキングされた。クソ、建物を封鎖しろ。奴を探せ。よし、入ったぞ。発信源はわかるか。今調べてる。まずい、警察が来る。奴らのハイテクスキャンは手強いわ。そこから脱出しないと。
する手段はないのか。待って、あったはず。あった。今から送るわ。Ah!
どうだ、見つけたか。追いかけっこはたくさんだ。特定できたわ。発信元はループにあるアパートよ。ようやくだ。でも気をつけて。あの信号の経由、わざと見つかるようにしてるみたい。なら期待に応えてやるだけだ。Right, but...